ティスティスハローワールドドームヒル社会のジャマイカです。で、今回はですね、ラジオ動画になってるんですけども、まあ、結構重要なことをお話ししようかなと思っております。はい。で、これを見たらですね、多分、今よりももっと頭を使って声コードができるようになるんじゃないかなと思いますので、まあ、しかもね、ちょっと、今回の内容なんですけども、まあ、声コードで勝つために必要な立ち回りの考え方というものをですね、今回は、まあ、そこまで難しい話じゃなくて、多分皆さん経験がある中から、まあ、その立ち回りについて、ここは考え直した方がいいよ、みたいな感じのところもあると思いますので、まあ、多分当てはまるところある方いらっしゃると思いますので、もしよかったら、初心者の方でも上級者の方でもですね、まあ、初心者の方は、ああ、こんな考えがあったんだ、へえ、みたいな感じで思っていただいたり、まあ、上級者の方だったら、ああ、ま、確かにこの考えもあったな、とか、まあ、もう一回、まあ、自分は知ってたとしても、まあ、この考え思い直すところとして、ま、使っていただけるとありがたいなと思っております。ということで、終始ちょっと重要なこと言っていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、やっぱり動画には欠かせないので、こちらやっていきたいと思います。皆さん行きますよ。せーの、やっていこうじゃないかー、ということで、行きましょう。はい、ということですね。こちら背景には、18キルって言っちゃったけど、まあ、いいか。まあ、いいか。18キルデュオの、動画をですね、載せながら、ちょっと、実況しながら、解説の方をしていきたいと思います。実況解説ですね、珍しい。さあ、包帯を拾った。ですね。そして、まず一番最初に重要なことなんですけども、そのクリアリングはとにかくやってください。立ち回りにおいて重要なことなんですけど、クリアリングですね。はい。で、敵のいない場所っていうのを、そのクリアリングして把握することによって、その自分の戦術の手数っていうものを、まあ、増やしていくっていう感じですね。まあ、なんで自分より上にね、例えばマンション戦の場合、上が強いので、自分より上に敵がいないことを確認するだけでも、こうやってとにかく下と戦うだけでいいので、強いです。はい。やっぱりね、敵がいない場所を確認しておくことが、もう何よりも、最初にね、絶対やってほしいことになるんじゃないかなと思いますね。やっぱりばったり敵と遭遇してしまった時とかも、なんか初心者の方だったら、まあ、打ち勝てないこととかも結構あると思うんですよね。まあ、なんで、なんか、それもびっくりしちゃうじゃないですか、急に敵出てきたら。まあ、なんでね、とりあえずはクリアリングまず大事になるんじゃないかなと思います。これはね、策的不足ですね。なんか急に敵が現れました。はい。ということで、ですね、続きまして、なんですけども、まあ、とにかくこの考えは大事です。イモリが強いということですね。結構ね、配信者さんとかの動画とか見てたら、結構突っていくシーンとかなかなか多いんですけど、まあ、とにかくイモリが強いってことだけは、把握しておいてください。はい。まあ、ただ、敵に居場所がバレている状態の時は、イモリが、強くない場合もありますので、まあ、今みたいに、ちょっとね、敵の、予測できないような動きをしていく。まあ、ちょっとイモってたんですけども、逆に前に詰めて敵を倒しに行くっていう動きも、まあ、ありなんじゃないかなとは思いますね。やっぱ敵が予測できない動きっていうのをするとなかなかいいと思います。続きましてなんですけども、その自分がいる場所の周辺の強そうなポジション、まあ、強ポジですね。強ポジとかはキープしておきたいなと思っております。はい、例えばこの都心だった場合、このマンションですね。マンションは絶対強いので、もう本当に周りを見渡せるし、はい、しっかりね、キルすることもできる。いい場所。マンションはね、本当にとにかく強ポジになってるので、都心シンクの場合は。なんで、一度その場所を離れたとしても、まあ、そこに敵がいない状態っていうのを作りたいですね。まあ、もし自分がそのマンションにいなくて、マンションに敵がいるっていう状態の時は、動くことに制限がかかるので、なるべく強ポジあたりは動き回れるようにしておきたいですね。はい。ということで、まあ、なんか敵が新しく来ましたが、で続きまして重要なことなんですけども、敵の行動を予測して動こうということで、こいつは、はい、扉から、入ってきましたね。はい、そういうことなんですよ。まあ、今、そのバギーで奥の方に車を、なんていうんですか、つけて、後ろから多分マンションに入ってくるんだろうなっていうことが予想できたので、入ってくる扉ってやっぱ一番近いとこ選ぶじゃないですか。人間の心理的に。そういうのもしっかり予測して、そこにね、エイムを置いておけば、あとは撃つだけ。っていう感じになりますので、敵の行動を予測するだけで、やはり立ち回り的には有利に敵を倒すことができるというようになっておりますと。で、これもそうですね。なんかグレネード1個飛んできたんですけど、まあ、1個飛ばしたら、2個目も投げてくるんじゃねえかなっていう風に予測できますよね。なんで、とりあえず場所は変えましょう。グレネード飛んできたら。はい。同じ場所にいたらね、グレネードで飛ばされてしまう可能性があるので、まあ、安全ポジですね。例えば階段とかだったらやっぱり安全ポジなので、まあ、グレネード入ってこない可能性が高いので、
まあ、階段とかで待つっていうのもいいかなと思います。こいつグレ何個持ってんだって感じですよね、本当にね。はい。すげえ喋り続けた。すんげえ喋り続けた。俺すげえな、マジで。マジ、解説、ちょっとピカイチすぎんか、ちょっとずっと喋ってたぞ、今。マジで。ちょ、早口すぎてわからないという方、もしいらっしゃいましたら、止めてください。解説、止めちゃってください。つどつど。その都度。はい、ということですね。まあ、ここからの戦闘シーンもですね、先ほど言ったことが、まあ、関係してきて、まあ、敵が予想しないであろう動きをしてみるということなので、まあ、敵がね、そんなところにはいねえだろうと思ってしまう場所をちょっと取りに行ってますね、今。はい。このヘリ、このヘリから、撃つってことはなかなかしないですよね。まあ、皆さん多分、もしかしたらする方もいらっしゃると思うんですけど、上級者の方とかするかもしれないんですけど、例えばこのヘリからだったら、まあ、若干、車線をね、変えて、もしかしたら敵が撃てるポジションにいるかもしれないので、いろんな車線を取って、敵のことを見てみる。っていう感じですね。敵を索敵してみるっていうのも大事になるんじゃないかなと思います。まあ、この辺のグレネードは刺さらないので、カットします。さあ、ということで、ちょっと強ポジを取られてしまっている。まあ、マンションってこの3個全部一応強ポジっていう認定にはなると思うんですけども、まあ、この強ポジを取られていて、まあ、どうしようかなと、どうしようかなという感じで、突るとさ、やっぱり、負けてしまう可能性、リスクっていうのが結構高くなっちゃうじゃないですか。まあ、なんで、僕の立ち回りなんですけど、この立ち回りが多分好きな人も嫌いな人もいると思うんですけども、まあ、常に別射角を取りに行くっていう感じですね。まあ、もし、例えばさっきいたマンションとかで、居場所がバレてしまっているっていうのが、もう多分敵も見てるじゃないですか。その僕がいたマンションを。まあ、それぐらい位置がバレてしまっているので、とにかく別の車線を通すっていう感じですね。まあ、居場所をコロコロ変えて、まあ、もし敵がその場所から撃てるみたいなところがあるんだったらそっちを探しに行った方がいいじゃないですか。まあ、なんで別車線を探しに行く、常に探しに行くっていう動きで立ち回りっていうのも僕は好きです。僕は常にそれをやってます。じゃあ個人的には安全志向なのであんまり突っていく立ち回りっていうのはあんまりねしたくないんですよね。したくないのでまあ、僕のねゲリラとか大会とかの動画見ていただいたらわかると思うんですけど、結構ね生き残ることが多いんですよ、なかなか最後まで。まあ、それぐらいじゃあ突っていくというよりかは安全に別射角を取ってこのように倒していくっていう感じになってますね。まあ、僕が多分そっちのマンションにいたと思ってたんでしょう、多分ね。はい。まあ、なんで今、敵さんは完全に甘えてましたと。まあ、これソロデュオなんで敵は残り1枚なんですが、敵さんもちょっと珍しい動きをしてますね。まあ、一旦この辺は放置しといて、後ろの車音をですね、ちょっとケアしていきたいなっていう感じです。はい、で、ここは特に立ち回りというよりかは、なんでしょう、ちょっとスナイパーのコツみたいなことをちょっと話しますね。まあ、スナイパーっていうのは、なんか正直当たらなくてもいいので、まず当たらなくてもいいので、とにかく置きエイムをして、撃って、すぐに顔を隠す。まあ、今回当たったんですけど、まあ、すぐに顔を隠して、まあ、例えばスナイパーの撃ち合いとかだったら、一瞬顔を出した瞬間に抜かれてしまうという可能性がありますので、どれだけ顔をすぐに引っ込められるかの勝負になるんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、なんか来ましたね、車が。結構当てたんですけどね、これはちょっと敵に入られてしまいました。ということなので、一旦引きます。ちょっとね、乗り出しが見えたので、敵、自分より枚数多いなということなので、一旦引きます。強ポジを捨てるという考えになってしまうとは思うんですけども、一旦強ポジを捨てても、その強ポジなんですけど、別の車線を通せる場所をですね、ちょっと僕今移動してますね。まあ、これはね、結構知ってなきゃわからないので、まあ、こういう僕の動画とか、僕の動画とか結構ま、見ていかないとわからないと思うんですけど、まあ、例えばこのシルバニアの屋根とかはですね、このマンションの敵が、まあ、ちょっと甘えて、例えばさっき僕がいたマンションに車線を通すときに、まあ、敵からしたらちょっとようにね、ちょっと甘えてしまう。いろんな車線を通せる場所っていうのをね、ちょっと把握しておくのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、ということで、そろそろですね、敵がね、これ甘えるんですよ。はい。敵がね、甘えるんですよ。はい、甘えましたね。これ敵どこにいるんだよ、という感じで甘えたところを、しっかりと仕留めていく。っていう感じになってます。なるべく格殺は入れたいですね、この辺は。まあ、2対1の場合はね、なるべく敵を減らしたいところなので、格殺を入れていきたいところだったんですが、まあ、後々格殺は入ります、この方。はい、ということで、1枚削ったということなので、ちょっと強ポジ戻ろうかなという意識で、マンションの方に移動してます。はい、ただちょっとね、マンションでのお見合いっていうんですか、マンションでのお見合い戦がちょっと続いたので、ここら辺は、まあ、カットですかね。カットしたいと思います。まあ、やっぱりさっきも言ったんですけど、そのマンションに突っていく。マンションに突っていくっていうのは結構リスクのある
危険な行為なので、まあ、勝つという思考からしたら、まあ、やっぱり、ちょっと危険なんじゃないかなというふうに僕は思いますね。もし、キルしたいぜ、別に死んでもいいから、キルがしたいぜっていう方からしたら、全然とつってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、なんならとつる練習にもなるので、まあ、初心者の方でもとつる練習がしたいっていう方は、打ち合いで勝ちたいっていう方は、まあ、とつっていってもいいんじゃないかなと思いますが、僕が今回、お伝えしたのは、とりあえず勝つための、立ち回りの考え方ということなので、これは、アンチも来てるし、引こうかなという考えをしてますね。車に乗って引いていきます。まあ、先ほどまでは、その町単位の都心深区内での強ポジをとにかく認識していくっていう感じになると思うんですけど、まあ、アンチが変わった場合は、そのアンチ内の、まあ、強ポジがどこになるのかっていうのを探して、まあ、さっきと同じ考え方で、その強ポジはなるべくキープしておきたいという気持ちでやっていくといいんじゃないかなと思います。まあ、今回の場合、アンチ内に、このドーナツっていう街が入っていたので、このドーナツの中の強ポジをですね、しっかり取っていくという感じですね。まあ、理想はなんですけども、このドーナツの周り全部索敵してから、まあ、敵がいないことを把握していくっていうのがやっぱり一番クリアリングですね。まあ、一番最初に言った通り、重要な、スキルにはなっていくと思うんですけども、まあ、今回僕の場合はですね、まあ、いないっしょっていう、まあいないっしょ、銃声もならねえしっていう感じのイメージですね。まあいた場合はすぐにくねくねして屋根から降りるみたいな対処法を取るんじゃないかなと思います。はい、そしてですね、ちょっと先ほどカットしちゃったんですけど、そのサッカー場の方で銃声が鳴ってたんですよね。サッカー場の方で銃声が鳴ってたので、まあ勝ちたいならですね、勝ちたいという思考の場合の方は銃声が鳴っていない方に向かうっていう思考がまあ大事になるかなと思います。まあ、ただね、キルをしたいという考えの方はですね、僕がさっきの移動しようかなと思っていたように、例えばサッカー場で銃声がして、まあ、やり合っている状況という場合は、そのサッカー場をに対する強ポジに行けばうまく魚触れるんですよね。まあ、なんでそのとにかくキルをしたいという方は、銃声が鳴っている場所っていうのをいち早く特定して、まあ、どこに敵がいるっていうのを把握して、例えばサッカー場にいるんだなっていうのが分かったら、まあ、僕が今 AG 山っていうんですかね、大会ではそう呼ばれてますね、あそこの山を取れば上からしっかり見れるし、まあ、アンチ内に敵が向かってくるところ、魚振り終わってアンチ内に敵が向かってくる無防備なところを狙うことができるっていう感じになってますね。まあ、なんでその魚振りたくてキルがしたいという方、まあ、キルっていうのはなんか結構魚振とか、まあ、キルパクでもキルになりますし、まあ、魚振とかが結構ねメインになってくると思うので、まあ、その魚振ですね、やり合ってるところをうまく取っていくために、まあ、一番いいポジションっていうのを、まあ、探していくのが大事になるんじゃないかなと思います。今すんなうまかったですね。ナイスです。まあ、今回の動画で結構強ポジ言ってはいるんですけども、やっぱり強ポジってなんかやっていかないとわからないことだし、まあ、とにかく上が強いと認識しとけばいいんじゃないかなと思います。まあ、結構視野が広くて敵が来るのを見渡せる場所とか、まあ、結構強いかなと思いますので、僕今回の動画ではね、結構屋根に登ってることが多かったと思うんですけど、屋根は強いですね、やっぱり。さあ、ということで、最終局面でしょうかね。まあ、敵がやり合ってるところをうまく魚振っていく。まあ、屋根上にいれば結構視野が広いので、どこに敵がいるのかっていうのも分かりやすいですね、こちら。はい、ということで、あっという間に、残り1人ですね。1対1です。ラスト1対1になってます。で、このラストなんですけど、まあ、賛否両論あると思います。結構ゴリゴリ行く人とかもいると思うんですけど、まあ、本当に僕は勝ちたいんで、ちょっとね、最近通常マッチでね、勝ててなかったので、ちょっと勝ちに行くっていう動きをしようと思ってます。まあ、ここは、ま、僕が有利ですよね。まあ、もちろんこの、今屋根に登ってるので、まあ、周りをしっかり見渡せる状況にはなってるので、まあ、敵がどこにいるのかっていうのを、まあ、今んとこ敵も居持ってるのでわからないんですけども、まあ、敵が動いた場合はですね、僕の方が多分早く見つけられるんじゃないかなと思います。まあ、この屋根上、僕の視点からは、左にもうグンって行ったり、右にグンって敵が行かない限りは、全車線切れてる。どこからも見られないっていう感じになってるので、まあ僕の方が圧倒的に有利ですよね、こちらは。まあなんで、先にね、敵の位置を把握していくっていうことが、まあやっぱり大事になります。まあそのためには、やはり強ポジにいるっていうことが、やっぱり一番重要なんじゃないかなと思いますね。なんか1対1のエイム勝負って僕苦手なので、1対1のエイム勝負に持ち込みたいという方は、まあこの立ち回りは合わないかもしれないんですけども、まあエイム勝負にならずに、誰でも、立ち回りで勝つことができるんだよということをこの動画で証明したいなと思います。今回の動画では、大体の敵はこっち見てなかったと思います。まあ、なんで、そういう敵をね、しっかり仕留めていくエイム力っていうのはまあ最低限必要なんですけども、まあ、立ち回りで勝ちに行くっていう感じですね。さあ、ということで、アンチも始まり、敵がね、まだ出てこないんですよね。
まあ、なんで、とりあえず僕はドリンクを飲みます、このように。アンチ内、おっと、いましたね。アンチ内に飲まれてもいいようにドリンクを飲んでいます。で、敵の位置完全に把握しましたね、これ。まあ、なんで、どのようにここから立ち回っていくのかと言いますと、まあ、ちょっとね、屋根上から狙ってもよかったんですけど、まあ、敵がね、塀まで入り込んでしまったので、まあ、しっかり降りて、車線を切りながらね、バレていない状態で近づいていきます。多分ね、しゃがみだったらここ足音入らないので、ギリ。多分、メートル的に。で、ここで敵が甘えてるところを横から刺します。はい。ちょっと指切り下手くそだったんですけど、指切り下手くそでも勝てるよという感じになってます。はい。ということで、いかがだったでしょうか？もし、役に立ちましたらチャンネル登録、高評価の方をしていただけるとありがたいです。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。